はい、皆さんこんにちは、ワネルゆるびしです。では今回は信長の予防大使パピと、道さんの息子斉藤義達でのプレイ続きをやっていきたいと思います。前回は清洲城を攻めてですね、信長と一戦、これを撃破、清洲城を奪取したというところまでお届けをさせていただきました。で今回はですね、残された信長の持つ城2つ、犬山城と鳴海城、これをね、それぞれ取っていきたいと思います。犬山城に関してはすでに義達軍3000が出てますので、清洲城を取った勢いそのままに一気に犬山城を攻略していきましょう。ここは常ちゃんが守ってますね。池田常興250、これは一ひねりだな。ただ鳴海城には2000からなる兵が入っているので、これをね、なんとか戦いの後ダッシュしていかなきゃいけないので、犬山城を攻略後一旦義達は居城へ戻り、再度兵を結集して鳴海城を攻めるという段取りでいきたいと思います。では時間を進めていきます。よし、犬山城は戦うまでもなく解除しましたね。みんな勝ち時を上げよう。そしたらすぐさま兵を返しましょう。今川との通商、これは協定を結びましょう。報告いたします。半兵衛もなんかね、やさ男な感じですけど、目が切れ長でかっこいいですね。表情を始める。さあ表情ですね。さてどうしようかな。まあやっぱり軍事商業あたりを優先しますか。もちろん米も欲しいですけど。で試作提案してくれるのが光秀成政。成政がすでに入ってくるか。で半兵衛に一徹、利光に秀光、まあ無難なところですかね。ちなみに成政の代わりに誰かいないのかなっていうのだけちょっと確認する。元意とかも悪くないよね。成政だったら元意の方がいいんじゃないか説だな。まあ、ただここはこのまま行きますか。元意だけ書いていきます。で光秀がいて、あとはまあ半兵衛かな、やっぱりね。光秀半兵衛、この2人はね外せないですね。さてまずは無難に周囲から固めておきましょう。軍事重視宣言でしょ。あとは高速工具、農民尊重、商業重視、家臣尊重、このあたりを入れてから次を考えていきましょうか。大阪港湾も入れちゃおう。さて金がいっぱい必要になってるよって話ですけど、まずは外交で周囲を固めておきたいので、そうだな、北畑。今、親善中なのが、東の武田、今川、ですね。で、一方、西を見ると、六角とは吉見を通じているので、六角はこのままステイ。浅井かな。浅井と本願寺というところですかね。では、まずは、進出していきます。かしこまった。で、さらに、この先の戦いを見据えた場合、そうか、鉄砲も欲しいし、牧場も欲しいよな。ただすぐに敵対する予定ではない。武田と両国を接しているところでは牧場を建てておきましょう。金がないからね、言っても今は。あとは武将配置しておきます。岩村城、犬山城、清洲城と3つの城に人を入れましょう。そうだな、
上野敷を犬山城へ、さらにごめんなさい、清洲城ですね。で、忠誠が高いのは必須だからな。溝を入れておこう。承知。裏切られて城を失うのだけは今避けたいので。まあ、目前。ここは、美の三人衆を配置していきますか。そしたらね。これで、一応武将は全部配置が完了していると思うので、これで行きましょうか。いや、武将不足は、この美の終わり、城の数が多いので、深刻ですね。まあ、とはいえ、仏罰敵面、仏罰敵面、仏の怒りを恐れなさい。誰に対してよ。出たよ、ミノか、我々か、やってくれるな。稲葉山もか、しょうがないな。まあ、ただここは信長の息の根を止めておく必要があるので、鳴海城に強行出撃していきましょう。マックス戦力で挑みます。できれば水野もそのままの勢いのまま取ってしまうというのが手ですからね。ではこれで出撃します。味方4600、敵方3400。ちょっと待ってね、舞台さらに追加できないのか。これでいこう。進むぞ。報告いたします。先月の収支です。まあ、確かに今ね、足軽をこの最初期の段階にしては 多めに雇ってるので、金のね消耗は激しいですね。さあ再び信長と決戦に及びましょう。兵の上では勝ってますけどね。敵の方が先に到着してる分、ちょっとやや不利な情勢になる可能性がありますね。まずは舞台配置かな。安兵衛を前へ出しましょう。光秀も前に出す。足の速い騎馬隊がいない。配置忘れたな。こういう初歩的なミスが、やらかしの要素になるからね、気をつけとかないと。よし、これで回線だ。敵の方が先に、信長の方が先に布陣しているので、信長の方が罠とかをね多く仕掛けている可能性が極めて高い。いいという情勢も鑑みて、ここは始めましょうか。覚悟しろ。命令してくれ。あまりこちらからはご命令を、攻め方まず命を待ちましょう。始めよう。始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。モイル、覚悟せよ。まあ、核欲の陣ですね。いわゆるこちらは。モイル、始めるぞ。
いや敵の動きが全然読めない。ゲチよ、ただここは我慢しときたいな。ご命令よ、始めるぞ。ゲチよ、さあ行こうぜ。名を始めよう。ご命令よ。とりあえずヤッキャーを行かせてしまった。敵の居場所が知れました。ここにいるね、信長が。それが分かっただけでもいい。戻ってこい。始めるぞ。よし、敵が動き始めたのを確認。信長が動いたのを見て再び櫓を攻略しておきましょう。覚悟は良いか。いや、信長がまた下がるな。敵も結構慎重だね。ここはただようやくしびれを切らした敵が。そしたらこれは遠山隊で横槍を入れましょう。で、三井出隊を守るために義辰の本体も前に押し出す。ご命令を。切り込め。この居場所が知れました。やりたい。前へ。この居場所が知れました。覚悟せよ。覚悟せよ。格の差、長秀を返せた。やりたい。前へ。岩の行きが危ないので、やりたい。前へ。おのれ。さあ、ここでとはいえ一気に戦局が動くな。まずはこちらでいう右翼、左翼から敵を撃破していきます。ご命令をお覚悟願います。で、キリンを発動。修羅となりて敵を焼き尽くさぬ。いや、強力だな。始めよ。ご命令を。始めるぞ。始めるぞ。切り込め。本陣切り込み、本陣切り込みが来るか。ここで義辰が持たないとまずいので、義辰の前に覚悟せよ。各軍を配置しましょう。覚悟、覚悟せよ。で、左翼は義辰の救援に向かいます。切り込め。マイル、始めるぞ。切り込め。遠山隊が解決。やりたい。前へ。何しやがる。おい、始めるぞ。ここは孔明を外しておく。こちらが一枚上手のようです。さらに距離。今は引く。切り込め。よし、ここで一様に敵が傾いているので、いや、信長の本陣を攻める。いや、早いな。かといって一度引くわけにもいかないしな。信長の本陣を攻めるにはまだ早い。このままスティーだな。で、陣を立て直したので、ここで再び義辰隊も前に出しましょう。足軽隊、踏ん張れ。今は引こう。やりたい。前へ。やりたい。前へ。今は引くぞ。負けるぞ。ここで半兵衛が返りましたか。古き戦は信長が終わらせる。さて、どうする。ここからはちょっとピンチになりつつあるので、さて、見つぶしてやるぜ。一旦信長の攻略にかかりましょう。いかん。
いや信長強いわ。やりたい。残り1000の兵で鳴海城が落とせるかというとちょっと微妙だよね。これぞ我が武、我が力よ。損害が大きすぎる。一応全員逃がしてあげます。片付けない。鳴海城に残った兵が300。落とせるのか鳴海城。強行で18日、一気に行こう。落とせないパターンだ。落とせないパターンだ。鳴海城が報告いたします。先月の終戦を再集結しなきゃいけないんだな。ご命令を。ここは間髪入れずに行くべきだろう。3000の兵があれば落とせると思うんですよね。安藤盛綱も呼び寄せて4000の兵を集めて戦いに挑みましょう。これでなんとかするしかない。初めからケチらずに郡上八幡からも兵を出してればこんな苦戦はなかった。強行で50日。いやー時間かかるね。報告いたします。先月の終始です。表情を始める。我に策がございます。さてどうするか。まあ、こんなところかな。対面も貯めておきたいからね、いざという時のために。んで鬼炭は入れておきましょう。でさらに鉄の奥寝室の費用低下も入れる。この辺りは序盤ですぐ使えるものをね入れておきます。ご命令を。で鳴海城の攻略だ。まずは乱世はうつけの天下を望んでおるわ。報告いたします。先月の終始です。兵糧は十分ある。ご命令。五つ目の兵が清須、犬山、稲葉山、大垣と、まあ、それなりにいるな。これだったら残りの兵も使って一気に刈谷城攻めに入るっていうのもありだな。そうしよう。我が部狂わせてもらおう。わしが力になろう。では兵を出します。カリア城攻め。マックス兵力を投入していきましょう。ここも総計3800。これだけあればいけるな。よし、鳴海城は攻略完了。信長を召した。いや光秀がだいぶ早く信長討伐を完了しましたね。
捕獲した武将は全員投与する。信長ももちろん。これでオールスター級の家臣団を手に入れることができたな。では光秀ですが、2000の兵、これをどこに差し向けるかだな。次の目標は小谷になるよね。浅井朝倉の討伐戦になるかな。それとも先に煩わしい長島の一向一揆を潰しておくか。まあ、それもありだよな。そうだね。じゃあ一度光秀の兵も返しましょう。次の目標は、まあ、考えるのであれば、まあ、もちろん家康、浅井朝倉、さらに本願寺と、この3つの中からね、ちょっと選んでいくことになりそうですね。さあ、刈谷城の攻略戦、強行で70日。ここは野戦で1回かましたいところだけどね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。お金が入ってくるね。終わりはドル箱だね。で、あとは開発しておきます。まあ、この次、本願寺との合戦を見越して、ただね、今、準剣場を建てても、そのマックス兵力で戦うっていう状況ではないからな。であれば、まあ、無駄に、そんなことをするぐらいであれば、尾張の周辺に、商人町でも建てておく方が、いいのかな。かしこまった。金がないですね。はい。では、刈谷城攻めを続行して、刈谷城攻めが、まあ、一段落ついたら、続けて、伊勢の長島一向一揆を倒すか、浅井朝倉攻めを行うか、家康を早めに下しておくかをちょっと考えていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。